シルビア王妃は、スウェーデン国王カール16世、グスタフの王妃。結婚前の生命は、ジルフィア・レナーテ・ゾ・マラート。ハイデルベルクで、ドイツ人ビジネスマンのバルター・ゾ・マラートとブラジル人、アリセ・ソアレスの、第4子として生まれる。3人の兄たちがいる。1947年から10年間、母の故郷サンパウロで育つ。1972年、 ミュンヘンオリンピックでグスタフ国王担当のコンパニオンを務めたのがきっかけで知り合い交際を開始1976年3月12日に婚約を発表した発表当時はインスブルックオリンピックのコンパニオンを務めており話題となった婚約から3ヶ月後の1976年6月19日に結婚結婚式前夜にはアバが記念として ダンシングクイーンを歌った。国王との間に、ビクトリア、カール・フィリップ、マデレーンの一難事情を設ける。はじめは、ドイツ人ということで、スウェーデン国民の間に拒否反応もあったが、率直で明るい人柄で人気を高めた。スウェーデン語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、英語が流暢に話せる。また、手話も得得している。非常に、 チャリティ活動に熱心で、スウェーデン国内で数多くのロウ、文化支援を含む福祉団体の講演をし活動している。1999年に世界子ども基金を設立。少女時代にサンパウロのスラムを見た経験から、児童福祉、特に児童ポルノ禁止の熱心な活動家である。実際にポルノビデオまで見たといい、あんな吐き気のするものを見たのは初めて。 許せないと発言した。インターネットサービスプロバイダによるブロッキングに賛成し、2012年6月2日の第3回児童の性的搾取に反対する世界会議で日本にも導入を進めた。他に、母アリセが認知症を発症した経験から認知症の老人施設支援を、夫、カール・グスタフ国王がディスレクシアだったことから、 ディスレクシアの障害者支援をそれぞれ言っているが、夫には私の助けはいらないわ。自分で何でもするからと言っている。婚約当時から父バルターが戦時中にナチス党員であったことが一部のユダヤ系の人々に問題視された。彼は自分の過去について公式に発言することなく1990年に死去している。スウェーデン王室報道官は、 バルター氏は王室の一員ではないのでノーコメントですと問題に関係しない姿勢をとった。ありがとうございます。